それならば弓の国の王妃と話をしましょう。その話は大変長いものになるでしょうが、その話の結論が出るまであなた様はこの屋敷の中に一歩たりとも入れず、そこでお待ちなさいとおっしゃいます。夫いただきまみことは妻が帰ってくれば一緒に帰れると思ったので軽く二つ返事なさいまして、帰るなんて言われた屋敷の外の玄関のところの階段に座って待っていらっしゃったのですが、妻が帰ってきません。そのうちみんな言われたことの式の中に決まって、とうとうこの屋敷の中に入ってしまったわけです。約束を破ってしまわれます。その上、入ってみた屋敷の中には長い廊下があって、その廊下の両側にたくさんの木の引き戸がありました。その引き戸、扉のたまたま一つを選んで中